計画知事解説人材育成ビジネス目ソをあなたに届ける新時代ストラテジーチャンネルはいこんにちはシアスカです今回の動画のご視聴感謝していますありがとうございます今回は情報システムの、えー、OS とはというテーマでやっていきたいと思います でなぜ情報システムを学ぶのかということなんですけど常に進化し続ける情報システムの基礎基本を学ぶことはこれから伸び続けるインターネット業界でさらに大きな成功をするために強力な知識の武器となるからということですね。 で情報技術の全体像としては、まずパソコンというのがある、もしくはスマートフォンというのがあるということですね。でパソコン、スマートフォンというのはまあハードウェアとソフトウェアに分かれますということです。ハードウェアというのはまあ機械そのものですねで。ソフトウェアというのはその機械の中に入っているまあプログラム。 のこととをソフトウェアいいうふうふに言っていますでそのパソコン、スマートフォンからデータがルーターを経由して、プロバイダーを経由して、インターネットに接続するということですよねで。インターネットに接続したら、自分が知りたい情報が格納されているデータベースから情報が引っ張られてきて、インターネットを経由して、プロバイダー、ルーター、そして自分のパソコン、スマートフォンに情報が返ってくるということですよね。これが情報技術の全体像ということになります。 で今はまあソフトウェアというのを詳しく学び始めているというところです。はい、ソフトウェアとはということで形のない情報処理の手順や命令などのことと命令の集まりであるコンピュータープログラムとほぼ同じ意味ですということですね。 はい。で、ソフトウェアの分類としては、基本ソフトウェアと応用ソフトウェアの二つがありますということですね。基本ソフトウェアと応用ソフトウェアの二つがあるということです。基本ソフトウェアっていうのはもうね、すべてのプログラムに、ね、影響を与えるような、まあ、そういうソフトですね。OS、今回やる OS オペレーションシステムやサービスプログラムなど、まあ、こういった複数の、ね、ソフト、 にに影響をを与えるるような、まあ、そうううなそいいいいっったものを基本ソフトウェアととと言てこですねで応用ソフトウェアというのはもう個別の、ね、プログラムですね。まあ、例えば文章作成したいから文章作成ソフトとか、もしくは表計算をしたいから表計算ソフトというふうにまあ個別で動く、まあ、そういうプログラムのことを応用ソフトウェアというふうに言っているということですね。 はい、えー。そして今回のテーマである OS とはということなんですけど、オペレーティングシステムということで OS ですね。入出力管理や記録管理などの基本的な機能を提供し、コンピューター全体を管理するソフトウェアということですよね。だからその個別の,その表計算をするとか、ね、もしくはその文章作成をするとか、そういった個別のものではなくて、もうそのコンピューターの中に入っているありとあらゆるソフトを、ね、管理する、まあ、そういうコンピューター全体を管理するソフトウェア。 ソフトウェアのことを OS オペレーティングシステムというふうに言っているということですね。 で、OS の種類ですね。まあ、OS にはいろいろな種類がありますということです。例えば、マルチタスクというね、えー、ものができる、えー、OS があるということですよね。1台のコンピューターで同時に複数の応用ソフトウェアを起動して、並行的に実行できるものということですよね。まあ、ワードを立ち上げて、Excel を立ち上げて、PowerPoint を立ち上げてみたいな感じで、ね、複数の、ねえー、応用ソフトウェアを起動して、並行的に実行できる。まあ、こういったのをマルチタスクですね。 マルチタスクをま実現する OS というのがあるということですね。それからマルチユーザーということで、1台のコンピューターを複数のユーザーで共有できるということですよね。まあ、1台パソコンは1台なんだけどね、ねその、 管理画面、ログインで、ね、例えば自分でログインするとか、ね、奥さんが、ね、同じパソコンなんだけど奥さんが今度は、ね、自分のパソコンにパスワードを入れてログインするとか、ね、もしくはその別の人が、ね、別のパスワードを入れて一つの同じパソコンにログインするとかそういう一台のコンピューターを複数のユーザーで共有できるようにした機能というのをマルチユーザーと言っているわけですけどマルチユーザーを実現させる OS というのもあるということですね。 で、マルチウィンドウということで、一つのディスプレイ上で複数のウィンドウを表示できるということですね。ウィンドウがいくつもいつく。 図も、ねえー、立ち上がっているような状態だからひと、えー、複数のウィンドウが表示されている状態で並列的に作業することができるようにしている、まあ、そういうマルチウィンドウという機能もある、まあ、そういう機能をマルチウィンドウという機能を提供している OS もあるということですねで、まあ、私たちにとってはマルチタスクとかマルチユーザーとかマルチウィンドウというのは、まあ、結構常識的だと思うんですよね 1、ね、一台のコンピューターを同時に複数の応用ソフトウェアで並行的に実行できるとか1台のパソコンを、ね、複数の人間で共有して使うとかもしくはそのパソコンの、ね、ウィンドウを、ね、複数こう表示させるとか、まあ、結構常識的だと思うんですよねなん、まあ、でかっていうと、まあ、代表的な OS ですね、まあ、パソコンの代表的な OS とかもしくはスマートフォンの代表的な OS はもうね マルチタスク、マルチユーザー、マルチウィンドウっていうのがある意味常,常識っていうか当たり前に兼ね備えた機能を提供してくれているからということですよね。まあ、Windows だとか、ね、もしくは MacOS だとか、まあ、次回もう一回詳しくやりたいと思うんですけど、まあ、そういうほとんどの人が使っている、まあ、いわゆる OS の中にはもうマルチタスク、マルチユーザー、マルチウィンドウっていうのがまあ全部、えー 組み込まれている、全部提供してくれている OS っていうのがまあ標準装備されているので、なのでまあ結構常識的になっているわけですけど、まあ、OS にはまあそういったそれぞれの、ね、機能を実現するための、まあ、そういう,こう基本的な性能というのを持っているということですね。 はい。今回の動画にですね。あなたも役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、4つの無料プレゼントというご案内をさせていただいています。なので、ぜひこの機会に4つの無料プレゼントをメルマガ登録の上、すべてお受け取りいただければと思います。はい。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。